い、どうも関西クラクラクラップのコミです。本日はちょっとまたこれがね面白いのが一個あって、まあその発想でいくかっていうね攻撃がねありました。ちょっとねそれをシェアしたいと思うんですけども、これタウンホール11同士のねアタックで、守る側っていうのはまあこのサザンクロス配置ってやつですね、よくあるで、まあ防衛鉄のレベルはそんなにマックスっていうことでもこれまたないんですけども、そこにね赤サタナさんが刺していったのが、まあ、これがお得意のあのネク棒ですね。もうブワーッと一気に見てもらったら分かるようにこの2頭出していくんですけども、これをもう面でねどんどんこう押し上げていって、相手の配置を制圧していくというまあ攻め方になってくるんですが、まあ後でねもう一回このネク棒の、ユニット配分っていうのをねちょっともう一回見ておいてもらえたらいいかなと思います。っていうのは赤タガナさんね、どんな相手に対しても大体ユニットの配分変えないんですよ。変えずに攻め方のベースっていうのは同じその攻め方をこう使っていって、でもそれをね相手の配置にこう刺していくっていう、まあそのプレイヤースキルなのかな、これが非常にね高い方なんで、そこをよく見てもらいたいというふうに思うんですけども、まあ、そうこう喋ってるうちにねもう相手の陣の半分ぐらいを制圧してますね。でネクロとねあとボーラーの、生存体数も十分いるので、こんな形で、3時側にはババキンで、6時側にはネクロとボーラーがこうカットをしながら、中央からはね、グランドウォーデンだったりボーラー、あとは、アシャークイーン、あとゴレもいますねがこう、どんどん突き進んでいくということですね。まあ、もちろんねこのネク棒の主力っていうのは真ん中に入っていってる部隊です。なんでここに必要な部隊をしっかり流し込んでいくことが重要なんですけども、まあ、今回赤サタナさんはね、アーチャークイーンがしっかり真ん中のルートを通って今ここで最終区画で合流してますんで、まあ、やっぱねアチャクイがどんな攻撃でも主力ですね、なってくる攻撃力高いんで、それをねしっかり、主力となる部隊に絡めていけるかどうかっていうのが、まあ、すごい重要だと思うんですけども、こんな形で最後は集まった部隊が、残ったね壁の中の、イーグル砲と、こちらのインフェルノタワー、この壁をぶち開けて、全壊していくということになりますね。素晴らしいなと思うんですよね。本当に2分足らずの全開撃で、あとはちょっとねなんだポイントポイント絞って見ていこうと思うんですけども、まずここ単なるサイドカットじゃ済まないんですよ。この12時側って非常に防衛施設が厚いので、ゴレを投入してウォールバスターでね壁をどんどん殴り開けながらの、後ろからネクロとボーラを刺していくという格好ですね。で、中心部に関してはゴレ1体の後ろにネクロとボーラを出していくと。でアーチャークイーンもねの後ろに続けてますね。ちなみにバーバリアンキングはもう花からもうサイドに流すつもりでこれ出してますね。今一生懸命虹側を潰してます。でまず、タウンホール側のこの区画っていうのはジャンプを使ってネクロとボーラが破壊で、さらにこちらの、9時側の、イングルインフェノタワーの区画っていうのもジャンプを使ってボーラとアシャクイで、破壊していくと。で残ったねこの2箇所、3時側と6時側の、インフェルノとイーグル砲、これはもうなんていうかな流れで処理するっていう感じですね。あえてジャンプとかは使わないと、まあこの攻めでね一番嫌なのは、ユニットがどっかで防衛施設か自分たちの制圧してきた後ろ側に残っちゃう、今言ったらこの、インフェルノとか残っちゃうのがすごい嫌なので、そこに関してはしっかりケアをするんですけど、最終区画ですよね。もうこの辺になってきたら、ネクロがまあ数体とボーラーが数体、まあ、5体ぐらいかなずつぐらいもうこう生き残っていればもう自然と制圧できちゃうんですよね。この攻め方ってもう中盤戦を優位に進められさえすればもう終盤はもう惰性でいけると、まあ、ネクロがこんだけねスキルともバンバン生成するんで、それはもう惰性でいけるわけですよね。いけちゃうので、あえてここを突破するためのウォールブレイカーとかジャンプとかどんどんいらないわけですよね。あとはもうどんどん残ったユニットで倒してくださいっていう感じです。まあもしもこのねシングル IT がマルチだった場合にはちょっとこうはいかないかもしれないんですけども、まあ、シングルの場合はね何の、怖さもないですね。まあイーグル砲の範囲攻撃が少し怖いかなと思いますけど、まあそれをねやられる前にしっかりやりきるぐらいのユニットをまあ、残せるというふうに踏んだんでしょうね。いや本当にねこのプレイヤースキルがすごい。でもう一回見ていくとババキンとねアシャクイはしっかりこっちからこう出していきますね。このアシャクイもしかしたらこれどうなんだろうな、
このババキンと一緒にね横に流れちゃってもよかったのかもしれないですね。でも流れちゃった場合にはまあ援軍処理をね少し苦戦するんですけど、よかったのかな。ちょっとそこ私こうやって見るとなんか少し分かんなくなってきましたがただね、あのこのネクボっていう攻め方は仮にアチャクがこうあの中心にこう入んなくなったとしてもバックアップとして、当然ポイズンかけますよね。でさらに耐久ユニットを潰すためにネクロマンサー、こいつが耐久攻撃持ってるじゃないですか。なのでそんなにねあの事故らないんですよ。中心から着衣がそれたあの耐空攻撃がないドラゴンに全部やられたみたいなねケースにならないので、今回はあの残念ながらねネクロがみんなこっちの、虹側の方のねタウンホール側に行っちゃったんで、あの着衣までそれていたら結構やばかったんですけど、普通はね着衣プラスネクロっていうこういうバックアップのね、なんていうのかな、二重の耐空攻撃ユニットを混ぜ込んで攻めますので、対空防衛援軍にやられてしまうという、心配はそんなにないですね。よっぽどあの運が悪かったらあの流れちゃったりして全部終わったりもするとあるのかもしれないですけど、マーカーサトノさんの攻めをねここ数回見てる限りはあんまないですね。で正直ねこれ なんでこう読めるのって思うんですけど、多分ここまでね一個一個しっかり詳しくは読んでないと思いますね。あの惰性でうまくいっている分っていうのも多分にあるんですけど、おそらく。ただ、そのね、多分にあるっていう、その、うまくいってるっていう話が、結構ね、高確率であるんですよ。そのネクボっていう攻めは。なので、多分使っていくとね、どこでどれぐらい伸びるのかなっていう勘どころが分かってきて、あくまで、その運に、もう運を天に任せるというような話ではなくね、自信を持ってこの陣はネクボで全開できるなっていう風な確信とかね、自信を持って、送り出せるぐらい、やっぱりね、安定感のある戦術なんだと思います。これ使ってない人には絶対わかんないと思うんですよ。私も正直わかんないんで。なのでね、ちょっと気になっている方だったり、まあ、ネクボっていう戦術を持ってなくて、まあ、これから少しね、全開戦術の幅を広げたいっていう方は、とにかくね、この今見えてるこのユニットのバランスで同じような攻め方を何度かしてもらったら、多分ね、ここがこう伸びるのかとか、こういう時ダメなのかとかね、いう違いがもう身をもってわかると思います。多分10回ぐらいやればわかるんじゃないかなと思うんで、ぜひね、参考にして、やってみてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、では、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。カンクラにもね、ぜひよろしければ遊びに来てください。では、本日は失礼します。バイバイ。